インフィニティ FX は日産自動車の高級車、ブランドインフィニティで北米、台湾、韓国、中東、中国、ロシア、欧州などで販売されているクロスオーバー SUV である。インフィニティが2003年に北米市場へ送り出したスポーツカーとプレミアム SUV のクロスオーバーをコンセプトとしたモデル。BMWX5 や ポルシェカイエンなどのハイパフォーマンス SUV をライバルとしている。2001年のデトロイトショーを皮切りに FX のコンセプトモデルを2台送り出し、市販化にこぎつけている。インフィニティブランドでは CV35 型インフィニティ G35 クーペに続き、成功を収めたモデルであり、一時期北米市場では月販6000台を超える台数を記録するなど、 インフィニティのブランドイメージをさらに高めたモデルである。アメリカ、カナダ、中東、韓国、ロシア、中国、台湾、EU 諸国に輸出されている。初代モデルでは、左ハンドル仕様専用設計だったため、左側通行の諸国には導入されなかったが、二代目となる S51 型系は、右ハンドル仕様も用意されており、 イギリスなどへの輸出が2009年4月以降に開始された。ただし、日本市場への投入は未定である。2003年に発売。製造は、平塚市の日産車対象南工場で行われた。スタイリングのテーマは、バイオニックチーター。野生のチーターが持つ躍動感と優美さを狙っている。デザイン開発は、日産テクニカルセンターで行われた。2001年に、 初めて発表された FX コンセプトは、翌2002年には大きく、姿を変えており、市販車のスタイリングは2002年のものをベースとしている。2005年にリアコンビランプが LED、クリアーレンズに変更され、2006年にはフロントグリルと20インチアルミホイールのデザインが変更されている。プラットフォームは、V35 型 G シリーズと同じ FR、L プラットフォームを採用。 サスペンションはフロントマクファーソンストラットリアマルチリンクとなっている。フロントサスペンションの形式がストラットになった背景には V8 エンジンプラス 4W d の組み合わせのためのスペース確保がある。当初から FX45 には20インチアルミホイールが設定されており、体型ホイールを履きこなせるサスペンションの設定がなされている。 トランスミッションは5速 AT のみの設定で、駆動方式は FR と 4WD があり、後者はアテッサ ETS を採用している。なお、FX45 は 4WD のみの設定である。2008年3月4日、ジュネーブモーターショーのプレスデーにて、新型 FX50 が発表された。従来モデル同様、 スポーツカーと SUV の要素とを融合させた上級クロスオーバーモデルであり、2008年6月より、米国同年10月より欧州にて発売された。また、製造は栃木工場に移管された。なお、2014モデルより北米を皮切りに、順次、QX72 改名。アメリカにおいては2017モデルを最後に廃止となった。 メキシコなどでは引き続き販売中。ロングノーズ、ショートオーバーハング、体型21インチホイールタイヤの採用により、スポーツカーらしいプロポーションを表現。エレガントさと力強さを兼ね備えたボディラインの流れとダイナミックなアーチ型ルーフのキャビン形状が大きな特徴となっている。大胆な形状を持つフロントグリルや象徴的な形状のヘッドランプや、 リアコンビランプを採用し、個性をより際立たせている。最近のインフィニティ車に共通するダブルウェーブの流れを持つインストルメントパネル形状を特徴とし、力強い形状のセンタークラスターや上質な仕立てのシートで快適性とスポーティ感を両立させている。日産自動車として初の7速オートマチックトランスミッションにアダプティブシフトコントロールや シンクロレブコントロールが採用された。プラットフォームは初代同様 FR、L プラットフォームが採用された。サスペンションはフロントがダブルウィッシュボーン、リアがマルチリンクで新開発のコンティニュアスダンピングコントロールとリアアクティブステアが採用されている。アラウンドビューモニター、インテリジェントクルーズコントロール、スクラッチシールドなどを標準装備。北米向けには V6 エンジンの FX35 も同時に発表され FX50 と同様6月から販売されている。また欧州向けでは2008年10月より FX37 及び FX50 が発売された。加えて2010年夏には欧州市場にそして2012年2月には韓国市場においても V9X 型ディーゼルエンジンを搭載した。 FX30D を発売開始した。インドネシアへも2011年のインフィニティブランド投入に合わせ右ハンドル仕様の FX がラインナップされた。2012年3月には FX50 をベースに、下一ドライバーのセバスチャンベッテルの意見を取り入れた。セバスチャンベッテルバージョンを限定200台にて発売。エンジン出力を 420PS とするなど、 スペシャルチューンが施されている。ありがとうございます。